おはようございます、とんでもない寝癖からスタートということなんですけども、今日はですねちょっと大阪から岩手県の方まで行きたいなと思います。最近ちょっとコロナでね感染者増えてるってことで、また公共交通機関を使わないで行こうということで、車で片道約1000キロの道のりをですね往復したいなと思います。まあ、一応2泊3日あるんですけど、まあ、それでもだいぶ辛いだろうということで、まず初日1日目はですね朝の6時スタートということになっていまして、朝の6時だとだいたい髪型がこんな感じになってるんですよね。では、ちょっとまず嫁を待ちたいなと思いますので、車で嫁を待ちます。はい、それでは嫁も合流して、今現在高速に乗っていよいよスタートしました。残りの時間がナビで見ると11時間30分ということで、こんな時間見たことないんですけども、だいたい930キロぐらいですかね行かなあかんということで、最初はローテンションでスタートしております。そして現在ようやく明るくなってきてですね、外が7度ということでめちゃくちゃ寒いんですが、岩手は多分マイナスか0度ぐらいなんでもっと寒いと思うんですけども、ちょっと先が思いやられるなぁ思って横パッて見たら、僕のアンタークティカバーサロフトをちゃかり着てるんですね。嫁がどうやったら見やすいかな、ここか、じゃん、お気に入りだろ、これモフモフで気持ちいいからね。そうか、まあこんな感じでぼちらぼちら、多分高速降りひんと思うから、まあ高速の映像ばっかりになるかもしれないし、高速映像ばっかりになったら使わんかもしれんけど、まあそんな感じでぼっちら岩手行こうか。まあ多分要所要所で移していくと俺の寝癖がどんどんマシにはなっていくと思う、降りていくと思うから、その時系列も楽しんでいただければなと思います。ではスタート。あれから2時間経って、現在愛知県の岡崎インターというところまで来ました。なんと新潟経由やと思ったら、まさかの東京経由に変わってまして、なんか思ってない道を通ってるんですが、一応ちょっと一旦休憩です。現在は9時ぐらいですかね。まずトイレ行きます。いやー、あれから運転してきましたよ。今が1時ぐらいかな、ちょっとわからないですけど、多分昼過ぎぐらいで、でさっき東京過ぎたんですよね。今埼玉おるんかな、どこにおるんかちょっと分かってないんですけど、なんていうとこ、羽生っていうとこや、羽生っていうとこでトイレ休憩してるので、あとね5時間ぐらいで多分着くと思うんですよ。で残り400キロぐらいなんで、なんか400キロって普通に聞くとめっちゃ長いんですけど、今もう500キロぐらい運転してきたんで、まあ、そう考えたら半分切ったなということで、まあそんなこと言ってなんて、もうトイレ行くのに切りますわ。で頑張ります。はい、ということでですね、途中今栃木の宇都宮にいてるんですけど、宇都宮で一回高速降りて、宇都宮といえば餃子ということになっているので、餃子を食べるのを昼飯にしようということになってます。ちなみに昼ご飯の餃子屋さんはマサなんとかっていうところ、チェーン店みたい、どうやら、評価3点、食べログ3点何倍と思いますか。3.67。はい、レビューはこりゃうまい、会心の餃子は持ち帰ってもうまい、そうだねということになっているので、次は餃子屋さんでお会いしましょう。テイクアウトします。絶対うまいやつやん。はい、食べよう食べよう。じゃあいただきます。はい、これはもうセルフでやるから。うん、確かに今まで食った中の餃子で一番うまいわ。最高じゃん。野菜もシャキシャキやしね。そう、いただきます。うまそう。うん、あ、うまっ、うまっ、うん、おいしい。うん、ニンニク効いてんね。うん、うまっ。今からはですね、岩手県の方に向かってるんですが、これ俺よう考えた動画回してるけど、何のために岩手行くっていう言ってないと思う。だからなんで岩手行ってるかがわからんかもしれない、今これ見てくれてる方は。
前々からな、墓参りは行きたいな行きたいなって言ってて、一回も俺会ったことないやん。嫁蔵おばあちゃんと嫁蔵おじいちゃんな、まあもう亡くなってはるけど、でお墓に挨拶しに行こうか言うてずっと言ってて、ずっと行かれへんかったけど、まあ、北海道がこう中止になったし、まあいい機会やなって言って、それでもまあ新幹線とかほんま使いたいけど、やっぱ公共交通機関使うのはちょっとどうかなっていうことでな、車で12時間ですかかけて、現在が今9時間ぐらいですか。距離的にもちょうど700キロもいかんぐらい、600キロ以上は進んだぐらいな感じなんですけど、まあ、もうちょっとしたら、福島に入るような感じで、で今が夕方の3時なんで、もうちょっとしたらあと2時間ぐらい走ったら仙台に着くので、まあ、仙台で牛タンだけ食べて、でそのまま岩手県に行くと、で岩手県で、おとなしくして、で次の日の朝に明日か墓参りしてまた帰ってくるとという弾丸で、まあ、どうせちょっと岩手行くんやったらちょっと動画だけ1本撮りたいやつあるっていうことで、今日のね夜にちょっと動画の撮影の方だけはダウンジャケットの比較動画でさせてもらいたいなと思うんですけども、まあ、それやって明日墓参りしたら、まあ、もう OK かなということで、あとはゆっくり帰っていこうということになってますので、まあ、無事にね明後日を迎えれるように、そして家に帰れるようにというところで、今からは、牛タンを食べに行きましょう。レッツラー。ここはどこですか？どこだろう。福島？あ、福島来たね、それは。はい、それでは現在が6時10分ということで、もういよいよ岩手県入りました。で途中ですね、残念ながら、ちょっと牛タン忘れたんですけども、まあ、それはちょっと後で話するとして、次はチェックインのところまで見てもらいたいなと思いますので、今からチェックイン行きます。いやー、ようやく大阪から1000キロ走って岩手県来ました。じゃん、大物湯、本日の宿。ではチェックインしていきましょう。はい。いやー疲れたね。うん、もう疲れちゃったね。わかる、もういっかじゃ。はい、では夢蔵です。ドッグ蔵さんにルームツアーを頼まれたので、ルームツアーをしていきたいと思います。まず入ってすぐ、じゃあ謎の空間、冷蔵庫と手洗い場とドリンクコーナーですね。なぜか洗面所みたいな手洗い場はあるけど、石鹸はとタオルはない、謎の空間です。こじんまりとしていいですね。お父さんがもうくつろいでらっしゃいます。隣の晩ご飯です。もう疲れたなあ、風呂見てください、よかった。はい、わかりました。舞台服装ですね。その辺ささっと休めて風呂見てもらったら。はい。あとは、こちらがお風呂ですね。よいしょ、よいしょ。あ、熱気がすごいっすわ。うん、さ、温泉が、どっちの温泉なのか。あ、曇ったこんな感じの温泉ですね。さ、温泉臭いです、すごい。で多分お外開けたら土着風呂入るから温泉臭いわ。ありがとう。はい、うん、見る？どんな？おお、すごいじゃん。うん、窓開けて入ろうか。へえー、いい感じだね。あ、どうも躊躇なく行くタイプだね、すごく。いや、そうだね。うわ、足あったかい。足湯もあるって言ってたね、さっき。ああ、でもここはさ、誰もおらんやん。向こう下はやっぱいっぱい人おるから。そうね、もう行くか、ここで足湯も、うん、あったかいぞ。いや、いいね。行ってみ、ちょっと。でもつけちゃおうか。いやー、うおー、最高。これでルームツアー終わりたいと思います。はい、これ何ですか？嬉しそうやね。嬉しいよ。まだ一時間休まったやつね。食べようか。いただきます。我慢。うん、早く食べな。うん、なんかこのビジュアル。
頭がついてるね。うせんべい。早く食べた方がいいよ。痛風になっちゃう。はい、ということで晩ご飯食べてきました。とても美味しかったんですけども、店員さんもねめちゃくちゃいい店員さんでしたよね。可愛かった、今からはですね全然違う動画を撮りたいなと思いますので、一旦違う動画を撮って部屋に行って、風呂入って寝るという感じになってますので、とりあえず撮影したいなと思います。ちょっとダウンの比較動画を撮っていきますので行ってまいります。ただいま撮影しております。これが終わったら、温泉に入って、温まりたいなと思います。今もう30分ずっと外でこんなことしてます。寒いな。寒いよ。ここは早送りやからね、本編では使われてないと思いますが、こっちでは使います。いやー着きましたね、仙台駅周辺という。柿の種、柿、牛タン。トランクに向かって喋ってるヤバいやつだよ。